竹垣悟は特定非営利活動法人、個人会代表で、元山口組系、吉立会会長。職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動地域安全活動人権の擁護または平和の推進を図る活動前覚号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡。 助言または援助の活動暴力団員及び犯罪者の社会復帰自立構成支援に関する事業所判刑務所、少年刑務所、女子刑務所等の強制施設からの出所者に対する再犯防止に関する指導構成、就労支援事業非公少年及び引きこもり者等に関する相談、健全育成のボランティア活動並びに就労支援事業元暴力団員や犯罪者並びに 一般市民に対する偏見による差別への人権擁護事業地域社会の安全等による公益増進と平和の促進活動事業職業、紹介及び職場における技能等の指導コミュニケーション能力の向上に関する研修及びレクリエーション活動の実施人材育成に関する講演会などの開催ボランティア活動、清掃及び花壇づくりなど、 ボランティア活動、地域防犯パトロール、小中学生の陶芸校を見守りスポーツ及び、武道による心身の鍛錬第5回、作田明賞の審査員に、元兵庫県警察刑事の飛松逸尾が名を連ねた、縁で、飛松が催す、飛松塾に通う。飛松逸尾は、竹垣悟の著書、極道ぶっちゃけ話3つの山口組と私の、出版記念パーティー発起人の一人、 2020年1月25日放送出演、BS スカッパー千原ジュニア司会、元マフィア、元ギャング、元ヤクザだらけ。2020年3月23日放送出演、竹垣悟るトークライブ、元ヤクザ、元顧問弁護士、元丸坊が語り尽くす。大阪ロフトプラスワンにて、山内幸男元山口組顧問弁護士、門脇博し、元丸坊刑事と出演。 2020年2月4日、産経新聞、毎日新聞、神戸新聞、東京新聞、夕刊富士、サンデー毎日、京都新報、週刊実は、朝日芸能、週刊 SPA、実はナックルズ、週刊新潮、週刊大衆などの取材を受けている。ありがとうございます。